これからその大阪を伸ばしていくために僕が大阪支社長としての、うおー、気づかなかった。びっくりした。今、高橋さんにちょうど電話しようと思って。めっちゃ乗ってますね。新幹線マジで好きなんですよ、僕。新幹線乗るってなるともう楽しみでしかないんですよ。いつも。入れ墨増えたの知ってましたっけ？見ましたっけ？黒いの。黒いです。めちゃくちゃ痛いんですよ、今。うわ、なんかちょっと赤いっすね。これ何の…なんでもないです。本当に、あの有名な人に。ただ、面白いのが、その何人か堀内さんがいるんですよ。別の堀内さんが、あれ、もしかして、ブルードラゴンさんですかって言われて、あ、そうです、うわ、僕めっちゃ見てますみたいな、あ、ありがとうございますって言ってて、そしたらその僕を掘ってくれた人が渋夏さんって分かりますって言われて、分かりますよって言ったら、渋夏さんのここ掘ったの僕なんですよって、あ、水色のあれもやもやっとした、あれ掘ったの僕なんですよって、まさかの同じ人みたいな。今回はなんで東京に来られたんですか？昼の事業部の冬月グループのその会社で、そこで会長と7時間から8時間ぐらいの会議を、前回もあったんですけど、もうその時超時間過ぎて2人とも靴脱いで裸足になってました。もう裸足になって僕はホワイトボードに書きながら、東京でも会長とお会いになるんですか？なんか僕誰と一番 LINE してんのかなと思ったんですよ。もう会長なんですよ、圧倒的に一番 LINE してるの。電話してるのも会長だし、そう考えたら僕みたいな人が会長もいっぱいいるわけじゃないですか。すげえなと思って。 BD さんも大阪会長的な役目も、会長的なというか、まあ、これからでもなんか全然文句じゃないんですけど、はい、ユグドラシルって社長社長みたいな人いっぱいいるじゃないですか、はい、社長多くねみたいな。僕からするとなんかそのあんま社長の価値ないなと思っちゃってて、その辺社長いっぱいいるよみたいなイメージじゃないですか。でも直営って渋夏社長がいて、熊野さんはまたその直営とちょっと別のあれじゃないですか。水戸夏さん副社長、水戸夏さんでも副社長なわけじゃないですか。僕がちょうどね冬月に入って1年目ぐらいの時に役職に全然こだわってなかったんですよ。次もう2店舗みたいなプロデューサーだねみたいな感じがあった時にどうでもいいですみたいな感じだったんですけど、何を一番したかったってこと、前のグループ5店舗全盛期で200名年商30億って言ってたんですよ。それは絶対超えたいなと思って、僕が抜けた時にあいつはバカだとか反逆者だとかいろいろ言われたんで、そこを超えるためには自分が冬月グループの大阪の支社長になって突っ切るしかないなと。4店舗クラスになって歌舞伎町にもほぼいないですね。いや、そうですよね。多分今日の会議がどうなるか分かんないんですけど、もう4店舗になる話。ただね、会長って結構もうやっぱやること多すぎて忘れてること多いんですよ。で、顔見てたら分かるんですよ。僕が会長この間こう言ったじゃないですかみたいな、本当に忘れてて、いい意味で開き直ってる時、え、そんなこと言ったっけって言うんですよ。たまに知ったかするんですよ。言ったの忘れてるくせにおーおーおーって言うんですけど、いや、これ絶対この人覚えてねえわって。マジであと 2,3 年で本当500億とかいってるんでしょうね、ベースグループ。僕あと3年あったら僕の感覚で100億いってますよ。ミオさんみたいに FC になろうみたいな本当のところです。あー、僕はなんかでももう正直今 FC みたいな感じでやらせてもらってるんで、僕は不満がないんですよね、全然。すいません、遅くなりました。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。あ、お願いします。
今ブラック、ホワイト、レッドで今まあ新しい箱もちょうど申し込みを出して多分スピードアップしていくと思うんですけど、ちょっと1年半近く前に僕が言ってた僕が大阪支社長としての話させてもらってたじゃないですか。その時まだホワイト出来たてとかだったと思うんで、自分で言っちゃうと多分言葉が軽く聞こえちゃうかもしれないですけど、これからその大阪を伸ばしていくためにさらに今ユグドラシにも入ってかなり相乗効果というかバーっていってると思うんですけど、まあ僕のことをもっと押さえておいた方がいいかなっていう。もちろん、まあ、僕はもうこのままねグループというか、まあ、会長に対しての不満と全くなくて、ただ僕が思っていること以上のことをしてもらってるんで、僕もそれ以上のことで返したいなっていうのがあるんで、で僕も移籍してよかったなっていう、その代わり結果出さなくちゃいけないっていうプレッシャーもあった中 で今思ってたよりいいように今は進んできてるかな。まあやっぱり今日会議で話すこともいろんな困難はやっぱどうしてもその都度出てきちゃうんですけど、まあ、僕はそれを絶対乗り越えられるっていう自信もあるし、傲慢になるつもりはないんですけど、その能力値としては自分に葉っぱかければ僕は自分に葉っぱかけた以上の結果を出せるっていうふうに自分を信じてるんで、来るべき日に向けてさらに加速したいなと思って。了解です。もともと、まあ、BD とちょうど1年とか1年半前にその話してて、はい、BD が持ってる管轄の規模とか売上規模ももともと約束してた金額ぐらいにちょうどなってきてるかなって思ってたから、はいはい、当時の出店の後に詳細をこう一緒に話したいなって思ってたところではあったから、はい、タイミング的にはちょっと近しいな、はい、そのよりも前ちょっと手前に、まあ、解決しないといけない課題だったりとかがいくつかあると思うから、はい、その後によりこう BD が大阪だけじゃなくて関西エリアあるいはさらに発展するためのこうプランっていうところ、はい、関西支部社長としてのこう発展のイメージとかはその後にちょっとすり合わせしたいな、はい。まあ、今日が10月19日であともう1ヶ月ちょっとで、うんうん、ネットも正式なオープンするじゃないですか、うん、ある程度の見込みって、まあ、立つじゃないですか、うん、で僕としてはその段階でさらにそこから力を入れて結果を出していきたいなっていうのもあったっていうのと、うん、結構僕数字にめちゃくちゃこだわるタイプなんですよ、うん、ちっちゃい頃からの癖で、例えば数字を見たらその数字でなんか言葉作ったりとか、なんか車のナンバー見てその数字を語呂合わせしたりとか、自分についてる数字、例えば僕5月13日なんですけど誕生日が恋実るとかってなんかつけたりとか、僕が振り付けグループに移籍みたいな感じでさせてもらったのが1月16日なんですよ、はいはい、それがその3年前なんで、それまで僕はその日に、あ、そういうことか、はい、やっぱその数字にこだわってるからこそ、もうそこには着地というか僕が成し遂げたっていうものをやっぱ僕が体感したら下の子たちにも、俺はこれでこの日に向かって決めててこういう風にできたっていう夢を見せたいなって、まあ当然僕もやるべきことがたくさんあるんでやんなくちゃいけないんですけど、まあそういう会長にもちょっとそういう頭でいてもらえたら。了解です。まあ、BD の逆にこう力強い気持ちみたいなのは今聞けたから、はい、俺の中で逆にちょっと悩んでるというか、こう考えてることもちょっとすっきりした部分はあるかもしれない。今逆に言われたことによって、はい、東京エリアのこう今有効最高幹部の人たちが作ったような強いものをこう大阪でもやはりこう再現したい、はい、大阪の方がさらに万博だとかオリンピックに向けてさらに勢いがついて、大阪の方が東京支部超えててんじゃんっていう状態を作りたい、はい、この間その四半期総会のやつで、うん、エリアごとの数字って出たじゃないですか、うん、数字ってもうはっきり物語るじゃないですか、うん、僕の感覚値で結構いってるぞと思ってたんですよ、感覚値だけで言ったら、はいはいはい、でもやっぱ感覚と現実との差がちょっと結構乖離があって、あ、まだまだだなってちょっと思ったんですよ、はいはいはい、でも無理っていう概念は全くなくて、うん、でしかもなんか冬月グループで渋那社長がいて、熊野社長がいて、水野津副社長がいて、僕がまあ大阪で社長にもしになることがあったとしたら、とても価値があることだなと思っていて、まあ下田社長も先輩たちを全部超えたみたいな言ってると思うんですけど、僕もそういう気持ちでやってきてて、やっぱもう
ね、超えたいなっていうのがあるから、うん、今の振付グループ、まあ、ずっと右肩上がりじゃないですか、うん、昨年度の166億をもう優に超えるペースで来てるんで、うん、そこの一役を変える、うん、担えるようにちょっと勢いつきたいなっていうのが気持ちです。これもこう日々何をしてるかっていうと、やっぱり何かこう仕事をしてることももちろんしてるんだけど、はい、やっぱりこう優秀な仲間たちとか頑張ってる人たちのこう将来どうあるべきかっていうのをこう常に考えることが多いから、それこそ BD がどのタイミングでとかどうなった時にとかっていうのをこう日々こうシミュレーションしてたりとかしてるんで、そこはもう間違いなく考えております、ね、はい、ありがとうございます、はい、対抗幹部って今歌舞伎町にあると思うんですけど、うんうん、あのメンバーってこう入れ替わったり増えたりすることってあるんですか？一応その定義自体が東京エリアの方は決めてなくて、今の現状の最高幹部が認めたらというか、全会一致で承認がある際は新しく参加するっていう、うん、でその BD さんが今後もう最高幹部に加わるということも可能性としてあり、そうですね、これからの笛付きグループのこう組織の作り方にももちろんよるんですけど、もともと BD と話してたのは、まあ、大阪のエリアの社長としてやりたいっていう意向があって、じゃあそこに向けて一緒にやっていこうっていうのがもともとのこうスタートではあったんで、そこをこうまず実現したいな、なんでそこから先もちろんそういう形になることも可能ですし、そうなった方が組織の発展にプラスであればそうしていった方が絶対いいと思います。社長になってなると大阪の支部ではトップっていう認識。そうですね。なんか今歌舞伎町エリアでこう渋那社長がまあその管轄店舗の社長っていう風にやってるんで、もちろんそのユグドラシルとかまで権限があるかって言ったら、そこはそこでまあ FC 店ではあるんですけど、まあ、直営の社長として、うん、大阪バージョンの渋那社長。そうですね。まあ、楽しみですね。僕も楽しみです。話題って常に作っていかなくちゃいけないと僕は思ってて、それが最初一発目冬月グループ来た時に、まさかいきなり冬月グループっていう話題じゃないですか。で絶対にこの話題って落ちてきちゃうんで、その時に会長に相談して、道頓堀の蔦屋のめちゃくちゃでかい看板出させてもらって、ちょっとそれも話題で、今度僕が社長就任ってなったら、やばくねみたいなっていう話題を。3年4年とかで社長って普通は絶対ありえない。ないです。1店舗のとかだったらあるとは思うんですけど、はい、その異業を成し遂げる。いやそうですね。そしたらもうちょっと調子に乗ります。結果出さないとね、すぐお前やっぱ社長ダメだって言われちゃう。結果さえ出しとけばならず者たちを。いやそうなんです、はい、ちょっと水戸黄門の引導欲しいなと思って。猛獣使いとして。はい、数々の、はい、数々の猛獣ハンターいろんなジャンル違いの。三代さんしかり、渋谷社長しかり、もう BD さんはもういろんなとこで会長はすごいと。あ、いえいえ、キャストたちまでは全然気づかないところだと思いますね。いやでも多分この人と普段何やったんやみたいな。いや多分本当に関わったやつ気づけないんだと思いますね。僕のことだけでも大変じゃないですか、この今回のこれだけでも大変なのに、これがねもう何店舗もいっぱいあるって考えた時に、だからね僕もそこまで到達しなくちゃいけないなっていう。そうですね。Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. 振り付け大阪、あそこも見ることになりました。直営は全て盛り上げないと。今日の予定は、まあ、呼べれば。呼べればじゃねえよ。予定作れよ。天井に行ったのか。そうですね。打って大丈夫か。普通にやばいっすよね。食いつき大阪を下格してやろうと。